ついにクレイパーが悲鳴を上げ始めた。もちろん私のせいだけど、あいつはこちらに合わせてスピードを落とした。笑い声が聞こえるかと思うほどあからさまな行為だ。あいつはこちらが止まるのではなく動けなくなるのを待っている。途中で止まったらあいつは私の相手をやめて都市へ戻り、また殺戮を繰り返すつもりだ。諦めた私を嘲笑いながら埋葬を廃墟にするまで破壊し続けるつもりだ。私にはそれがわかる。なぜかわからないけど、あいつの心など読めないけど、その感情だけは間違いなく伝わってくる。だから今止まるわけにはいかないんだ。でも傷んだクレイパーを見たらまたボブに怒られる。エリア、応答しろ。ボブ、どこへ行くつもりだ。あいつに聞いて。そのまま行ったら砂漠のど真ん中でクレイパーの燃料がなくなるぞ。やつを倒したとしてもどうやって戻ってくるつもりだ。迎えに来てよ。出なきゃ歩いて帰るわ。何を言ってるんだ、危険すぎる。敵の思うつぼだぞ。分かってる。でももう決めちゃったんだ。何？勝負をつけるって。イリア！ごめんね、ボブ。